100日後マッチョになった場合、94日目、こんばんは。おっす。この日は体育館でトレーニング。トレーニング前に体重測定、はじめにパンプッシュとストレッチでウォームアップ。体が温まったところで懸垂とディップストレーニング。手幅を広くしての懸垂トレーニングでは思うように体が持ち上がらなかった。バーの太さが握りやすく、とてもやりやすかった。ラットプルトレーニングも行った。2回目のラットプルで前回は逆に座っていた。最初は30キロでウォームアップ。体が温まってきたところで重さを50キロにしてトレーニング。重すぎずきつすぎない程よい負荷量で行った。他にもダンベルトレーニング、持ち方を変えながら行い、しっかりと負荷量が感じられた。順手の方が負荷量を感じられた。トレーニング後の体重測定でトレーニング前より600グラム減っていた。トレーニング後にプロテイン摂取。うまい。夕食はたっぷりタンパク質を美味しくいただいた。いただきます。ネギ味噌ピーナッツ。おいしい。うん。プロテイン。おいしい。
うまみのハーモニーでとても美味しかった。就寝前にもトレーニングを行った。腕立てと背筋を交互にトレーニング。腕立てトレーニングでは手幅を変えながら行っている。通常の腕立て伏せだけでは物足りなさを感じてしまう。背筋トレーニングでは頭に手をつけて行っている。多くの回数をやらなくても十分負荷量が得られるからだ。少し雑でも体を動かしトレーニング。うん。